サウンドロケス TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、デランジェのギタリスト滝川一郎さんについてお話しようかなと思っております。めちゃくちゃかっこいいギタリストでございますけれども、まあデランジェといえばこちら、キョウちゃんとね、こんなことあったよ、あんなことあったよなんていう動画、3つほど作っておりますので、そちらもご覧になっていただければなと思います。まあこの動画の中で少しだけお話ししてますけれども、まあ一郎くんと勝手に呼んじゃいますけれども、会ったことないのにすいませんね。はい、一郎くんに関しての話はほとんどしてないですね。まあかっこいいよねあの人っていうことだけちょっと話してますけれども、はい、ですので、まあ、改めてと言いますか、こういう動画を作っております。まあ実際にですね、私お会いしたことは一度もありませんで、実際にライブも見に行ったことがなかったんで、まあ、年末武道館のライブにねお邪魔しましたけども、その時の様子はこちらです。はい、この、ライブで初めて、デランジェの動く姿といいますか見て、まあねマグナムをね見に行くのが、まあ、この時の私の目的ではございましたけれども、まあ、デランジェも見れるということですごい楽しみにしていたので、すごいねそのライブが見れて本当に良かったなと思っております。顔はかっこいい、髪型もかっこいい、なんなら着てる服からもステージングから何から何までかっこいいというね、まあ本当にねみんなが憧れるギタリストという感じでございますけれども、ここでちょっとね簡単なプロフィールといいますか、滝川さんってこんな感じだよっていうのをちょっとご紹介しようかなと思います。滝川一郎、京都出身、バンドデランジェのギタリスト、16歳から44マグナムのローディーを経験、1983年デランジェを結成、1990年メジャーデビュー、同年に解散、その後ボディ、クレイズなどで活躍、2007年デランジェを再結成、華やかさ、尖ったサウンドなどもありながらも、どこか男性的な哀愁、ダークな魅力があり、後続となる後のビジュアル系バンドをはじめ多くのギタリストに影響を与えたカリスマ的存在のギタリスト、特に男性が憧れるギタリストという面も強く、サイファーファンを公言する有名ギタリストは多い。まあ本当にかっこいいし、俺もぶっちゃけ初めてビデオですけど見た時に、なんだこの人めちゃくちゃかっこいいなっつって、はい、まあそれはきょうちゃんに話した記憶がありますけれども、もう立ってるだけでいいんですよね、かっこいいっていうか、もう真似したくなる。俺ジミーさんがそうだったんだけど、もう存在感がすごいギタリストっていうのかな、めちゃくちゃかっこいいなと思っておりました。初めて、デランジェを聞いたのは、まあもちろんファーストが出た時に買いました。でそれが俺が23歳なんで、バンドは一回やめちゃった時かな、まあ、デランジェ京ちゃんがねいるからと思って買って聞いたんですけれども、俺の想像してた曲とは全然違ったっていう印象でした。一郎くんもジミーさんのお弟子さんということで、まあ当然まあジャパメタな感じで来るのかなと思ってたんで、まさかのああいう音源だったというか、はい、すごくびっくりした記憶はあります。まあ京ちゃんと、まあ、ほんの少しですけどもバンド組んでた時に、彼ハノイロックスとかも好きだったし、まあ、ロックンロール系とかが割と好き、あとパンクとかね彼は好きだったんで、そう考えると一郎くんのギターのサウンドとかは、まあ、マッチするんじゃないかなと聞いた時に思ったし、あ、まあこういうのはやりたかったんだろうなーなんて想像しながら、聞いた思い出がありますね。それで、まあ、その後に発売されたビデオ、野音のビデオだったと思うんだけど、まあもちろん買いました。はい、実はね悔しい悔しいとか言いながらね、デランジェ結構聞いてたから、これ、かっこいいなと思ってね。でその後にビデオ見て、まあ本当に腰の砕ける勢いで、なんてかっこいい人なのこの人みたいな。まあ全員かっこいいんですよ、デランジェみんな本当かっこいいと思うけど、まあ一郎くんのかっこよさすらなかったですね。あの時は俺もまあほんと23、24ぐらいだし、今みたいに太ってないからね、俺も痩せてたんで、しっきしょーとかやっぱ思ったね。俺にもこれできんじゃねえかなって思ったし、ぶっちゃけあんな顔はできないですよ、あんなかっこいいクールな感じはできないけど、俺ならこう弾くなとか、こんなフレーズだったらこうだなとか、いろんなことを想像しながら、まあでも、一番はいいな、かっこいいな、羨ましいなだけだったけど
そう思いながら見てましたかね。本当にかっこよかった。なかなかね、ああいうステージングってできないと思うんだよね、俺は。すごい独特な感じ。ぼーっと立ってるのとさ、キリッと立ってるのって違うでしょ。ただ立ってるだけなんですよ、同じ。俺は不安だからやっぱ動いちゃうのね。なんかアクションをつけたくなっちゃう、リズムに乗りたくなっちゃう。一郎君のはそうじゃなくて、もうそこにボーンと立ってて、もう立ち姿がかっこいいっていうのね、見ろみたいな。これはね、ちょっと衝撃でしたね。それではですね、ここから一郎くんが使っていた、まあ、代表的な、ギターをいくつか、こちらでご紹介しようかなと思います。フェルナンデス REC ダイヤモンドパイソン、クレイズ時代の2008年にカスタムされたモデル。ピックアップはフロントがディマジオのパフで、リアはディマジオのトーンゾーン。フェルナンデス RE95G 初期モデル、後期モデルがあり、後期モデルはカラーが明るいパープルで、ナットカラーがホワイト。ボディ形状はレスポールタイプ。ピックアップはフェルナンデス VH1、 リアは VH2。 フェルナンデス RE180C 滝川一郎モデル、クレーズ時代の代表モデルの一つ。ボディのトップはメイプルで、バックはマホガニー、ネックもマホガニー、指板はエボニー、22フレット仕様となっております。ピックアップは EMG の81ということですね。フェルナンデス RE155C、 デランジェ再結成後の2012年に発売されたモデルとなります。ピックアップはフェルナンデスの VH10、 ネックはメイプル、指板はローズウッド、ボディはトップがメイプルで、バックがマホガニー、指板には十字架のデザインが施されております。ストームライダー時代に実はフェルナンデスさんのギターを使わせていただいてたんですけれども、まあその当時のね、担当の方にヘビ柄のギターを作りたいとお願いしたところ、それは一郎さんがやってるからダメですと、優しく、断られたという経緯があるんですが、俺もほらヘビ柄のギター持ってるんでやりたかったんですけど、ダメよということで断られたんですが、全部レスポールタイプということで、あのサウンドからすると、まあ普通はね、ストラトとかテレキャスとか使うのかなと思うんですよ。ああいうカッティングとかをよくされるんで。なのに、まあ結構太い音が出るレスポールを使用しているということで、まあ俺もレスポール、一番最初に買いましたけれども、それはまあジミーさんの影響だったんですが、まあもしかすると、一郎くんもそういう影響があって使ってるのかなとは思います。まあやっぱレスポール重たいし、まあ、レスポールタイプですけどね、重たいし、まあ低く構えるのはすごいかっこいいね。まあザックワイルドもね、低く構えてすごいレスポールかっこいいし、わかるんですけど、レスポールってね、やっぱなかなか使ってる人が多くはないんですよ。弾きづらいしね、ちょっとね。まあそういう点では、まあこだわりがすごくあるのかなと思いますし、あとね、レスポールってね、似合う人もやっぱ少ないんですよ。あんま似合わない。ストラトの方がやっぱりかっこよく見えるし、まあメタルだったら変形ギターもね、多いんで、普通はそっちを選ぶとは思うんですが、まあデランジェはメタルじゃないとは思うんですけれども、まあ、レスポールでああいう音を出すっていうのはなかなかかっこいいなと思いますね。まあ当時ボーイも聴きましたし、レッドウォリアーズも聴いてましたし、ああいうカッティングのギターっていうのはすごい憧れるんですよ。歪んでいない、もうジャパメタじゃないギターの弾き方っていうのはな、これ全然今弾けないんですけど、ああいうのって本当に憧れるんで、ああいう音作りも含めてね。そういう点でも、まあそれをレスポールでやるっていうのはすごいなと思います。あとね、パープルのギターが非常に多いということで、まあね、お好きな色なんでしょうが、あれがまた似合うよね。うん。俺のね、周り結構パープルギターを使ってる人多いんですよ。実は。紫が好きっていう人が多くって、なんか俺も影響されちゃいそうなんですけど、まあ、私はね、イエローとブラックということでやっていきたいんですが、うん、確かにね、ああいう色のギターってかっこいいですよね。なのでまあ他にもね、たくさんいろんなギターを使われてるとは思うんですけど、まあ今回は代表的なギターということで、まあすごくその色にこだわりがあったりとか、ああいうこうスネークスキンを使うとかね、まあもちろん似ても似つかないんですけど、考え方は似てんのかななんて、まあ勝手にね、親近感を覚えている私でございますということで、だね。いろんなギタリストに影響を与えた、本当カリスマ的なギタリストだと思うし、
まあめちゃくちゃかっこいいし、俺はちょっとねああいう弾き方ができないんで、むしろ勉強させていただきたいと思うぐらいなんですが、まあ、音作りも含めてね、うん、すごいなって思うんですけど、まあ今回いろいろとこう調べていく中でね、あのこの動画を作るにあたってね、まああの当時のことをすごく思い出したというか、まあ純也との出会いの記事みたいなのもちょっと読んだんだけど、あそこに俺もいたのになぁなんて思ってたら、まあ、悔しくなってきちゃって、まあ、悔しくなってきたっていうか、悔しかったあの当時の気持ちを思い出したっていうのが正確な感じかな。悔しいっていうのは俺だってできるのにっていう気持ちですね。そっちが大きかったから。でも彼らはすごく遠くに行ってしまった。純也も含めてね、京ちゃんもそうだけど、みんなすげえ上に行っちゃった。俺はバンドやめて髪の毛切って八百屋さんになってね、家の仕事をやりながらね、なんか本当に、思い出したらあれだけど、本当にでも泣いてたね、マジで。まあ辞めたのは、てめえで辞めるって言ったら辞めたんだけど、すごい悔しかったかなっていうのがあって、まあ封印してた部分でもあるんですよね、自分の中で。なるべく思い出さないようにするというかね。やっぱね、忘れないんですよね、そういう気持ちっていうのはね。忘れられないっていうのかな。でもそれがあったから、まあ YouTube もそうですけど、まあバンドを始めて、ね、56歳にして、ライブをね、CD 出してライブをできてっていうのは、やっぱその時の悔しい気持ちが俺の底にあるからだと思うんですよね。で今はあの、まあ、メディアバブスの他に、まあ、メディアも復活させるということで、田村とドラムの田村と、まあ、ボーカル J でやるんですが、田村もねやっぱりすごい悔しかった。でその悔しかった気持ちを今回メディアを復活できるということで、その気持ちを忘れられるんじゃないか。俺あいつがそんな風に思ってると思わなかったの。もうとっくのとこに忘れてるし、バンドのことなんかどうでもいいやと思って生きてたはずだって俺は勝手に決めつけてたんだけど、まあ彼の中でもやっぱり当然悔しかったし、あの時の気持ちは忘れられないっていうのを聞いた時に、やっぱりそうなのかと。それは俺たちに限ったことじゃないですよ。あの悔しい方たちはいっぱいいると思う。辞めたくねえのにバンド辞めたって人たくさんいると思うし、自分の知り合いがデビューしてさ、俺はデビューできなかったよって人本当にいっぱいいると思うんですよ。まあそういう中でね、自分がまたバンドができて、まあ CD 出したりライブができたっていうことは本当に良かったし、まあ復活させたいっていうライブをね、またやれるっていうのもいいのかなと思ってるんで、まあもちろん一郎くんのようなすごいギタリストのいるバンド、デランジェというね、バンドを同じ土俵までいけるとは思わないです。俺が武道館に立てるとは、これっぽっちも思ってないし、メジャーデビューできるとも思ってないです。だけど、あの当時ね、同じ年代で頑張ってた人たちが、まあ、京ちゃんも含めて、未だに頑張ってるわけだから、せめて、俺もね、それを目標に、今後もやっていけたらなと思いますし、まあもちろん京ちゃんも含め、あの、一郎くんとか哲もそうだけど、今後もバンバン頑張ってもらって、もう引っ張っていってもらいたいなと思います。だからやっぱり、目標は高い方がいいんでね、はい。そこ行こうと思いますけど、まずそこを俺が語るなら、ダイエットもう一回頑張れよ俺っていうね、すいません、ほんとまた太っちゃってね。まあほっそりしないとね、まあ一郎くんには絶対に勝てないと思うんで、まあ目はもう俺ちっちゃいから、もうサングラスがこう動かないようにこうちょっと固定してね、これで勝負してやろうかなと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。カッティングを弾いたら、あ、これって一郎くんのギターだよねって分かるっていうのは本当にすごいと思うし、それがまあ武器だと思うし個性だと思うんで、まあそういう部分をねバリバリに前に出して活躍していただきたいなと思います。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。